嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。よし、今日はすげえ都市伝説らしいじゃないですか。なんだポケモン、あったポケモンだ、俺好き大好き大好き。ポケモン GO の唾がすげえんだ。こっちもそうだし、こっちもだし、こっちもだし、こっちもだし。流行ったじゃん、ポケモン GO って。流行ったね、ちょうど3年前かな。めちゃめちゃ流行った分ね、うん、やっぱミュウツー出るとかそういうデマも流れるし、うん、結構いろんな都市伝説あるんですよね。なるほど、ポケモン GO って。それを今日はね、セクション3に分けて。おぉ、セクション3で、セクション3に分けて。それもトゲトゲの匂い、あれも突然ですちょちょちょ聞いたプリーズ。ポケモン GO をやっているうちに幽霊と遭遇してしまう人多数いるという何それ、ポケモン GO をやってるうちに気づいたらその心霊的なところにいたとか、なんかそういう人が多いらしい、うん、この前呪いのビデオ見たじゃん。それにもねちょっと出てきたけどね、明らかにそのなんかポケモン GO をやっている若者5、6人ぐらいがビデオ回してて廃墟みたいなところで、そしたらその、ああやってた、霊が映ってたとかあったじゃん。あーやってた、座ってた。そうそうそう、だからああいうのをはじめとして結構こういうのが多い。はいはいはい。でね、死んだ人が幽霊となってそのポケモン GO ユーザーを自分の遺体までおびき寄せるっていう、えそういう話もあって、実の輪ですか。これ実の輪です。実の輪か。これちゃんとニュースにもなってます。へぇ、19歳の男の人が普段は絶対に行かない川なんだって。そこになんか急に行きたくなってしまったと。でそこら辺に近づいていったらポケストップがあって、それにこうどん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 行ってったら死体が見つかったっていう。やばい。ポケストって大体建物とか、うんうん、そういうところにあるじゃん。でもなんかようわからん川みたいなところに立ってあったから、死体が作ったの本当に。まあだからそうなっちゃうのかな。この画像がこれです。これがその死体が見つかった場所とされています。いやこれはポケストップないんじゃない、ね、何もないもん建物だって。あたり何もないしね。ああポケモン GO と心霊って結構切り離せない関係にある。へぇ、都市伝説やね。いいじゃん、この話。都市伝説やね。楽しくなってきました。ポケモン GO は殺人アプリである。いやいや、めっちゃホラー。無理無理。歩きスマホをやっているうちに交通事故が多発するという、めちゃめちゃね、そう運転中とかそういうのがねもう世界中で起きましたと。あまりにもその事故の被害者が多いということで、まあこの都市伝説ささやかれてるわけなんですけれども、まずでもさ、このポケモン GO っていうこのゲームのコンセプトそのものがまず歩きスマホを推奨するようなものって考えられないですか。確かに。そうだよね。っていうことを踏まえた上で手がかりが一つありますんで、それをご覧ください。はい、ポケモン GO のロードする画面をちょっと見てほしいんだけど、まあ、これが最近のやつですよ。最近こんななって、最近こんな感じで、かわいい、まあ、海でね、まあ、水ボケもいっぱいいて、サニーも深まるもいるよ、めっちゃいるタイプ。まあこれは普通になんか遊んでるじゃないですか、ポケモン GO。 じゃあちょっと初期のやつ、問題のシーンがあるわけですね。そう、ちょっと初期のやつちょっと見てほしい。これどう見ても歩きスマホしてるんですよ。本当だ、本当だ。ほらもう気づいてない、食われかけてる。そう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 、もう歩きスマホしちゃってるんですよこれ。この話がねこう結構浮上してるから、その任天堂はもちろんこれを否定するわけですよ。でポケモン GO はポケモン GO 側でこういう注意喚起をしてますよっていうのがあるわけ。振動するじゃん、うん、ポケモンが見つかったら、うん、だから普段はポケットに入れといて振動したら立ち止まって安全を確認して見て、道の端っことか公園とかも安全な場所に行ってそれから楽しみなさいよっていう注意をしてるから、そんなことはありませんって否定しているわけです。こんなの守るやついるかっていう話じゃん、もう言ってしまえば。まあいろいろ子供のユーザーもいますし、まあでもそれはいいですよ、はいはい、もう100歩譲ってじゃあポケモン GO はそういう配慮をしているんだなっていうの分かりました、はいはい、ただし一つも言い逃れどうしてもなんだできないエピソードなんだあります。なんだなんだ、運転中にねこうやってしまって交通事故になってしまうっていうあれが結構問題になったと。でも運転中にポケモン GO をやろうとするとさ、ボタン1個押すだけで解除されてしまうんですね。ああ確かに、うん、そうだ、運転中じゃありませんよねみたいなやつ。そうそうそう、そんなねもうゆるゆるな注意しかしてないわけ、うん、こんなん危険に決まってるんだからもっと厳しく制限するべきだと思いませんか、うん、っていう話なんですよ。
ポケモン GO の目的は人類の行動を記録するため説。ポケモン GO っていうゲームが世界中各国の国家機密を暴くたびに、国家機密のところにポケモンがいるって分かったらユーザーが行くわけじゃないですか、うんうん、もちろんカメラをこう起動しながら、うん、そういった情報を収集するためにこのゲームあるんじゃねっていうのがこの都市伝説。現にね、世界の立ち入り禁止の場所とかにポケモン GO ユーザーが入ってしまって銃殺されてしまうという事件も数多く存在します。内戦が結構多い場所とかだったりするとボスニア・ヘルツ・ゴビナっていう、出たー出た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 モール国やね、いい国よ。朝地雷とかね、やばいね、多かったりする場所で、ここにポケモンがいるって言って侵入してしまって、その地雷の被害者となってしまう人も何人かいるとか。マジか。この情報どこに行っているか、はい、その集めている組織は一体何なのか、まさかまさか話なんですけれども、その組織というのが CIA ですね。サイバーエージェント。違うな、メイソンかと思いきや、メイソンではないです。 CIA ってアメリカ。そう、簡単に言ってしまえば諜報組織というか、まあスパイ集団。CP ないんだ。まあ CP、 スパイ集団っていうとちょっと言葉荒々しいんだけど、世界の情報を集めている組織は、ちゃんとしたその組織でありますと。この CIA というのがポケモン GO の会社のナイアンティックとつながっていて、ポケモン GO をこうやって取り回すと、ポケモンを集めるために、その全情報、全映像がナイアンティックへ行くと、はい、で、このナイアンティックと CIA がつながっていて、この CIA がその情報を握っていると。 CIA にとって一番見たい場所って一体何だろう、どこだと思いますか。 CIA どこを見たいと思いますか。立ち入り禁止区域でしょ。まあ立ち入り禁止区域とかね、各国の機密施設に、はい、の近くに、まあ、設定したいよね。ポケストップあるでしょ。ポケストップって建物であったりとか、そこによく設定されているわけと。で、このポケストップはポケモンがいっぱい出るじゃん。ということはもう絶対ユーザーはそこでカメラを起動するわけじゃん、うんうん、だからその CIA にとって監視したい場所にポケストップを置くというわけで、じゃあポケストップ一体どういう場所であるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。おー、アメリカちょっと見てみましょう。おお、ワシントン DC。 ワシントン DC っていうのはこの6つの大使館がありまして、その間にあるポケストップ、これに注目していただきたい。おー、めっちゃ固まってるやんポケモンが。ここら辺にね、その6つの大使館がありまして見てこのモンスターボール、このモンスターボールの数、これがそのポケストップで固まりすぎてるちょっと、うん、やってるね、ちょっとこれやってるな。ちょっと離れたここら辺には全くないでしょ、うん、ないない。ってことはこれもう明らかにね、人為的にここにもう設置しようとしてる、うん、やってる、これ監視しようとしていると言えるわけですよ、はいはい、まあ俺らが聞きたいのはそこじゃないんですよ。固まっているとかはもうまぐれでもあるわけですよ。どうせ都心は都心で人が多いから、ポケモン、はい、流行りやすいですって言われたらもう終わりなわけじゃないですか。ナイアンティックと CIA がな、どうやってつながっているのか、その証拠、ゆえんは何なのか。このナイアンティックっていうのはもともと国家の情報機関、そもそも、ポケモン GO の、マジで、もともとそういう情報をやってたからね、どっちも似てるじゃん、やってることが、うん、だからその結びつきがあるんではないかと言われております。うわ、ナイアンティックはアメリカの企業ですか。ナイアンティック、そうよ、アメリカよ、ナイアンティックも。おぉ、じゃあもうアメリカの国家機密機関だったわけですから、 CIA はもうもっとすごい情報機関ですから、繋がっていてもおかしくない。うん、うん、そういうことでございます。なるほど、すごい、すごいな、これすげえ。で、まあ以上のことから、ポケモン GO というゲームは世界各国の情報を集めているスパイ組織のようなものなのではないでしょうか。おぉ、おぉ、おぉ、来た来た来た、ここでやばい。そんな締め方じゃもうポケモン GO 勝てません、 CIA に。え、勝てません、勝負してんの。せっかくサボさんこんなね、すごい情報を持ってきたわけですから、僕がちゃんと締めますよ。僕が知りたいのは CIA とナイアンティックが本当に繋がっているのかと、ルーツをたどった結果、まあ情報機関だったという、はい、ってことはまあ CIA と繋がっているわけですよね、うん、CIA なのかナイアンティック、どっちが案を出したかわかんないですけど、まあこれを案を使えばもうとんでもなくいろんな映像を見れると、とんでもないブレインがいるわけですよ、この時点で。で、ポケモン、このポケモンですよ、権限一番持ってるポケモン、日本の会社ですよね。で、ここにまあ、ナイアンティックお話ししたわけじゃないですか、うん、で、まあ、あ、画期的なアプリだなってことでポケモン乗って、結果もここで結びついたわけじゃないですか、うん、で、ここはここで試合と結びついたわけですよね、うん、
これもう三角形なんですよ、うん、三角形ってことはフリーメイソンってやめろ。